いさーい。どうも、さくらです。沖縄に来てるんですけど、ちょっと皆さん知ってます？沖縄のこの海の綺麗さ、じゃじゃーん、こんな感じなんですよ。こんな綺麗な海ならめちゃめちゃうまい塩取れるんじゃないかなということで、今回はこの海の水を使って塩を作っていこうと思います。ほら、沖縄に来てまでドン・キホーテ行くなんて思ってなかったよ。というわけで、こん中に沖縄の海のね、水を入れていこうと思います。俺も共に生き、それじゃあちょっと火つけますね。ちょっと待ちたいと思います。生まれてたくらい。だいたいどれぐらい煮詰めるんですか？わかんない。冷たいんですけど。これだと多分温まらないですね、ここだと。そんなしょんぼりしてどうしたの？全然あったかくなんない。場所変えます。というわけで、ちょっと場所は変えましたが、もう一度温めます。海の水をちょっとペットボトルに入れて、ホテルでちょっと熱したいと思います。ちょっとペットボトル買ってくるわ。オッケー。気持ち悪っ。沖縄といえばなんだ？もしかして三品茶とかですかね？大正解、三品茶。うわぁ、ちょっとそこの階段で三品茶飲みたいんですけど、いいですか？あ、OK です。 ありがとうございます。はい、というわけでホタルに帰ってきました。これさっきついた水ですね。はい、というわけで、はい、こんな感じでちょっと煮詰めていこうと思います。それじゃあ、早送りです。パチパチ言ってる。うわうわうわ、塩完成した。というわけで、塩完成しました。ちゃんと塩。というわけで、ちょっと一口舐めてみましょう。いただきます。せーの。超しょっぱい。うわ、マジでしょっぱすぎる。けどちゃんと塩。声が聞こえてる。ようこそ。沖縄のいいところが詰まってるものつ。おお、楽しみ。はい、それじゃ目つけてください。めっちゃ怖いじゃん。いや、待って待って、もっと話して、もっと上見て。というわけで、明日の動画でお会いしましょう。さようなら。